小公女セイラは2009年10月17日から12月19日まで TBS 系列で土曜20時代に放送された連続ドラマ。初回は56分拡大の2時間スペシャルとなった。原作はフランシス・ホジソン・バーネットの小公女。原作の舞台は19世紀末イギリスの寄宿舎付け女学院でヒロインは 小学生の年齢に該当するが、ドラマでは舞台を現代の日本に置き換え、全寮制女子高等学校の女子高生がヒロインとなる。この枠で主演に女優が起用されるのは、恋空以来約1年ぶりである。シダ未来は TBS の連続ドラマは初主演で、林健とはこの作品が連続ドラマ初出演となる。2010年3月3日に、 本作の DVD ボックスが発売された。幼くして母親を亡くした黒田イ良は実業家の父、黒田龍之介にインドジャイプルで育てられた。龍之介はセイラが高校生になった年の秋、娘を妻の母校である日本の全寮制高校、ミレニウス女学院に入学させることを決意。一方、委員長の三村イ子はセイラの母、薫こと、 元同級生であり、彼女にコンプレックスを抱いていたため、受け入れを躊躇する。しかし龍之介が、セイラと共にミレニウス女学院を訪れ、千恵子に、セイラを特別待遇で扱う代わりに、学院に多大な寄付を約束したことから、逼迫した学院の経営を立て直すためにも、と受け入れを決意する。晴れてミレニウス女学院に入学したセイラは、 誰に対しても分け隔てなく誠実な態度で接したことから、庄司正美をはじめとする生徒たちだけではなく、千恵子の妹、恵美子をはじめとする教師たちからも優等生として信頼されるようになる。当初は立場の違いを考慮し、セーラを避けていた学院の使用人、三浦海斗もセーラに養子をプレゼントされたことに感激する。しかし、代表生徒の武田マリアはセーラを妬み、 クラスの一匹狼的存在の水島香おは、セイラと周囲の生徒を覚めた目で傍観。シエコも、かつてのライバル、カオル子の面影を持つセイラに苛立ってしまう。そして、マリアからセイラは誰にも知られずに一人で全員分の朝食を作って、院長がいつもより美味しいといえば、セイラの勝利でマリアと友達になれるというルールで、勝負を挑まれる。そして、セイラは、 料理を作り始めるが、カイトが現れてしまう。しかしカイトもオヌマ夫妻の目覚ましを切るなど、オヌマたちを起こさないよう協力をする。そしてその勝負に、見事勝利する。院長は、味の感想をオヌマ夫妻に伝えた。オヌマ夫妻はカイトが料理を作ったと思いカイトに、詰め寄るが、すぐに、セイラが現れて、調理場を勝手に使ったことと自分が料理を作ったことを伝えたため、 おマはプライドを傷つけられてしまった。それからしばらく経ち、セイラの16歳の誕生日が訪れた。父の要望もあり、歓迎会を兼ねたパーティーが開かれる。パーティーは順調だったが、お沼夫妻の厨房に電話がかかってくると院長は、お沼に呼び出され電話を受け取る。その後会場に戻ると怒り狂ってめちゃくちゃにしてしまう。そして院長はセイラを院長室に呼び出す。 そこでセイラはチエコから信じがたいことを聞かされる。それはインドからの電話で、父の龍之介がダイヤモンド鉱山で自己死したのだ。そして鉱山では、父の他にも多くの人が自己死し、それが、父の会社の責任となり、黒だけの財産は全て凍結された。セイラは無一文になり、寄付の約束も破断になった、と。翌朝、チエコからセイラに、 このまま学院にいたいのなら、学院の下働きとして働くようにと命令が下る。セイラは生徒から使用人へと身分が変わってしまう。そしてこれまで自分の存在で不愉快な思いをしてきた人々からいじめられるようになる。唯一の身寄りをなくし、学院一の大富豪から無一文の使用人へ。そしてそれ以上の困難が襲うことになる。そんなセイラに、 再び光は訪れるのだろうか。ドラマでは設定上、原作の主要人物以外のキャラクターの多くがドラマオリジナルとなっている。第5話第6話、第7話第8話第9話。ありがとうございます。